メアリーはデンマークのフレデリック皇太子の日、モンペザ伯爵夫人。救命、メアリー・エリザベス・ドナルドソン。オーストラリア出身。オーストラリアのタスマニア州ホバートで、スコットランド出身の両親のもとに生まれる。スコットランド系オーストラリア人。父は、数学者のジョンダル・グレイッシュ・ドナルドソン。姉が二人、兄が一人いる。タスマニア大学で法律と小学を学んだ後、 シドニーの広告会社や不動産会社に勤務。フレデリックとは、シドニーオリンピック開催時に、シドニーのパブ、スリップインで出会った。フレデリックとの交際が本格化すると、デンマークへ移り、マイクロソフト社に就職した。2004年5月14日に結婚。2005年10月15日午前1時57分、コッペンハーゲン大学病院にて、クリスチャン王子を出産した。 2007年4月21日にイサベラ王女を出産した。2010年8月6日、メアリーが双子を妊娠中であることが発表された。出産予定は2011年1月としていた。2011年1月8日、夫であるフレデリック皇太子が記者団に対し、メアリーが一男一女の双子、ビンセント王子とヨセフィーネ王女を出産したことを発表した。なお、 デンマーク王室は2009年に、長子相続制に改正されたため、次男の出生による、姉のイサベラの多い継承順位への影響は生じない。ウィキメディアコモンズには、メアリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。